はい、では今から折り紙で鬼の角を作っていきたいと思います。完成するとこんな感じになります。これは実際被ることができまして、ここの幅の広さから言って子供用になりますが、大人も被ることができます。この輪ゴムのところを顎にかけて被ります。必要なものは15センチ四方の折り紙を3枚と輪ゴムです。あと糊とホチキスとペンとハサミを使います。では早速作っていきます。まず折り紙を裏返して三角になるように半分に折ります。折れたら広げます。向きを変えてまた三角になるように半分に折ります。折れたら広げます。右の角を中心に合わせて折ります。左側も同じように折ります。では折り筋に沿って半分に折ります。ここからここまでを折っていくんですが、左手で下の角を押さえて右手でここを引っ張るとこのようになるので、引っ張りながら角から角までを折っていきます。後ろ側も同じように折っていきます。では左側も同じようにここを横に引っ張って角から角までを折ります。そしたらこの出ている部分をこのラインに沿って折ります。後ろ側にも折っておきます。左側も同じように折ります。そしたら広げます。そしたら下側をこのように折るんですが、ちょうどこことここに合うように合わせて上の角をこの中心の折り筋に合わせて折ります。そしたら一旦このように折って出ている部分を折ります。そしてまた広げて上側も同じようにこことここを合わせて角を中心に合わせて折ります。そしたら逆を向けて先ほど折ったところを一度広げて折り筋に沿って内側に折ります。この斜めのところも折り筋に沿って逆に折っていきます。こんな感じですね。左側も同じように折ります。こんな感じですね。
そしたらここを折り曲げます。で、下側をここに差し込みます。これで一応完成ですね。で、のり付けをするんですが、その前にこの角に模様を描きます。そしたらここにのりをつけます。そしてここに差し込みます。はい、これで角の部分は完成です。そしたら次はバンドの部分を作っていきます。もう一枚の折り紙を出して半分に折ります。で、今折った折り筋に沿ってハサミで切ります。で、2つに切った片方をこのように半分に折ります。折れたら広げます。で、今折った折り筋に合わせて下と上を折ります。折れたら半分に折ります。これと同じものをもう一つ作ります。そしたらもう一枚の折り紙を使います。裏返して長方形になるように半分に折ります。折れたら広げます。下の端を今折った折り筋に合わせて折ります。上側も同じように折ります。そしたら印をつけるんですが、下の端と真ん中を合わせて少しだけ折ります。で、今折った印と真ん中を合わせて少しだけ折ります。で、最後につけた印を軸に この角が中心に来るように合わせて折ります。そしたら上の角を今折ったところの角に合わせて折ります。そうすると先ほど作ったものがちょうどここにはまると思います。では左側も同じように印をつけて折っていきます。印をつけなくても先ほど作ったものを実際に合わせて折っていっても大丈夫です。このようにはまることを確認したら、のり付けをしていきます。このように角と端を合わせるようにして貼り付けます。
そしたらこの先ほど作った鬼の角をここに貼り付けます。では次はこの先に輪ゴムをつけていくんですが、まずここを少しだけ折ります。で、折ったところに輪ゴムを挟みます。で、ここをホチキスで留めます。で、もう片方の端も同じように折ります。で、ここに輪ゴムを挟みます。で、ここをホチキスで留めます。はい、これで鬼の角のバンドの完成です。ぜひ作ってみてください。気に入ったらチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。